阪神甲子園球場で行われるタイガース戦を中継するサンテレビのクルー。サンテレビボックス席はサンテレビで放送されているプロ野球中継番組である。1969年の開局当初から続くサンテレビを代表する看板番組の一つ。阪神タイガースの対戦カードをホームビジター問わず毎年数多く中継している。また、阪神と同じく 関西地区を地盤とするオリックス・バファローズの主催試合も年間数試合程度中継している。阪神タイガースでは伝統的に各種メディアを通じた試合中継をできるだけ多くの放送局に担当させる方針を貫いており、サンテレビではホームビジター問わず阪神タイガース戦の中継を積極的に行っている。加えて番組編成の自由度が高い独立局の利点を 最大限に活かし、地上波テレビ局では珍しく、全試合、試合開始から終了まで完全性中継を行っている。これは、日本初の試みでもあり、1990年代に、阪神のセントラルリーグ総合順位が低迷していた時期であっても、決して取りやめることはなかった。3テレビの中継では、当主の投球を漏れなく、実況することをモットーに、 イニング間に挿入するスポンサーなどの CM を最長でも90秒間に留めている。ただし、試合の展開に関わらず、最後まで中継するため、中継の延長によって、後続の番組の放送時間を繰り下げる措置を頻繁に講じている。このため、放送休止に入る時刻を他局より早い25時台、26時台に設定するなど、 当日に編成していた番組が放送できない事態に陥らないように配慮している。サンテレビの公式サイト内に掲載されている月間番組表ではヨーナイターサンテレビボックス席と紹介されており、かつては番組内のタイトルロゴにもヨーナイターと表記されていた。1985年には朝日放送と業務提携を結び、それまで朝日放送が 放映権を独占していた水曜日のナイターと日曜日のデイゲームをトップリレー形式で放映するようになった。日曜日のナイターについても朝日放送テレビの制作で3テレビが全編完全中継を行うようになった。この提携により朝日放送テレビの専属解説者がこの番組にも出演するようになった。さらに、 この番組の中継映像をテレビ朝日系列向けにニュース素材として提供するようになった。2006年には甲子園球場と京セラドーム大阪で開催される阪神戦がハイビジョン制作となり、翌2007年からは全試合ハイビジョン制作に移行している。2009年から数年間及び2019年現在は、 地上デジタル放送とワンセグで連動データ放送を行っており、試合の経過状況を随時確認することができる。2019年現在は、いつ D もボックス席という故障を使用しており、サンテレビでの中継がない日も含めて、阪神戦の試合状況を伝えている。ただし、いずれも番組表や EPG には連動データ、放送であることを表す、適記号は表記されない。 主に週末に行われるデーゲームの中継は、かつては競馬中継を優先していた関係で、当日の18時か19時から撮って出し形式で録画放送していた。ホームゲームに関しては、土曜日は朝日放送テレビ以外の在阪準記局や NHK が中継するため、日曜日は2007年以降編成の都合がない限り、朝日放送テレビが 最大17時25分まで中継するため、それぞれ中継しないケースが多い。なお、ビジタゲームの場合は、巨人戦を除き生中継することもある。かつては、サンテレビと在反民法準喫局、または NHK とで地上波での並列性中継となるケースも多かったが、阪急阪神ホールディングスが誕生した2006年以降は、 他局との調整や在阪民法準序局独占での放映権獲得などもあり、地上波での並列性中継はほぼなくなったことで、それ以前と比較すると中継回数は減少している。ただ、近年でも NHK とでは地上波での並列性中継が行われることもある。2019年6月15日のオリックス対阪神戦では、 サンテレビと関西テレビによる民放局同士での並列性中継が久々に行われた。なお、当日は衛星放送の BS 富士でも地上波関西テレビとの同時ネットで生中継された。2020年7月10日もサンテレビと MBS テレビとで並列放送が行われた。夏休みシーズンの甲子園球場でのホームゲームについては抽選で選ばれた。 球団公認ファイクラブのジュニア会員を放送席に招待しており実況アナウンサーや解説者とトークを繰り広げる2019年5月6日に放送された開局50周年記念特別中継の時点では NPB の公式戦を通算で4209試合中継した中継の内訳は阪神戦が3388試合 パシフィックリーグの公式戦が674試合、ポストシーズンの試合が147試合であった。最初の中継は、サンテレビの開局6日目である1969年5月6日に、阪神甲子園球場で模様された阪神対広島東洋カープ戦。松島武雄アナウンサーが、実況、阪急ブレーブスの人気選手だったロベルト・バルボンが、解説を担当した。 試合自体は19時3分に始まったが、当時は NHK 神戸放送局が兵庫県域のローカル放送を実施していなかったため、NHK ニュースを放送した後の19時30分から中継を開始。放送時間を延長した上で、阪神の藤田平によるサヨナラ安打で試合が終了するまで中継を続けた。日本国内のテレビ局で初めて、 試合開始からのノーカット中継を始めたのは、翌1970年からである。なお、開局1年目の1969年のみ、実況担当を松島に固定していたが、1970年以降は、他局でのスポーツ実況の経験が豊富なアナウンサーと、相次いで契約。1988年からは、谷口秀明を皮切りに、3テレビの社員アナウンサーも、 実況人に加わっている。社員からの登用に20年を要したのは、当時の社員アナウンサーが全員、報道部へ所属していたことなどによる。三テレビ局内には少なくとも、江夏豊が延長戦で、ノーヒットノーランド、サヨナラ本塁打を記録した1973年8月30日の阪神対中日ドラゴンズ戦以降の試合の中継を収録した映像を、 ビデオテープにして6000本以上保管。プロ野球シーズンの金曜日にナイトゲームを放送しない場合や、同曜日に中継予定のナイトゲームが中止になった場合には、過去に中継した1試合分の映像をダイジェスト形式で編集したトラジショナルを放送している。1999年5月1日には、開局30周年記念特別番組として、 初代解説者のバルボンを迎え、1インニングほど映像にモノクロ処理を施し、かつ、開局当時のスコアテロップを用いて中継を行った。1992年より3テレビの音声多重放送開始に伴い、順次、ステレオ放送を開始。この頃は、名古屋テレビのドラゴンズクラブ用に映像配給をしていた。 1999年までは CS 放送のスカイエイやガオラに向けても同時録画問わず積極的に配信していた。現在はほとんどがタイガーズアイによる球団公式映像に切り替えたが甲子園球場以外で開催される試合については引き続き配信している。2 0 0年5月9日放送の阪神対千葉ロッテマリームズ戦で3テレビの阪神戦中継は 通算2500試合を達成した。この記録は日本では日本テレビに次いで2番目に達成されたものである。2010年からはアナログ放送においてレターボックスを付加した画面比16、9サイズとなった。またオープニング後すぐに番組共産者の提供クレジットを出していたが、同年からはその日の出演者と制作局を表示し、 提供クレジットは2回の攻撃終了時に表示するようになった。2013年4月25日の中日ドラゴンズ対阪神ナイトゲーム中継で阪神の公式戦中継が3000回に到達した。同月29日には阪神対広島のデーゲーム中継の前枠で中継3000回記念特別番組3000試合メモリアル。 タイガースと共にを同球場のロイヤルスイートから谷口の司会で放送している。サンテレビが開局45周年を迎えた2014年5月1日には阪神対広島東洋カープのナイトゲーム中継を開局45周年記念特別中継として甲子園球場から放送。初代解説者のバルボン開始当初から2001年まで実況を担当していた西沢。 開局と同じ年に、阪神へ入団したかつての主力打者、田淵光一をゲストに迎えたほか、イニングの合間には、過去の中継映像から厳選した、阪神の名場面映像を挿入した。2017年のクライマックスシリーズでは、10月15日の、ファーストステージ第2戦、阪神対 DNA 戦において、朝日放送制作分の中継を延長無制限の、リレー方式で放送した。 朝日放送が富士通レディース最終日中継の同時ネットを実施したことによる。サンテレビが開局50周年を迎えた2019年5月には6日に神宮球場で模様された東京ヤクルトスワローズ大半身のナイトゲームを開局50周年記念特別中継として自社制作で放送。掛布正幸がゲスト解説者当番組で長年にわたって レギュラー解説者を務めた小山正明がゲストとして出演した。番組名はプロ野球リレーナイター、もしくはプロ野球リレー中継となる。一部を除くナイトゲームについては KBS 京都も同時ネットする。朝日放送テレビがオリックス主催の大阪新戦で水曜日の放送権を獲得した時にも阪神主催時と同様に行われる。2008年からは 全国中継の巨人戦も対象に加えられた。試合が早く終了した場合は、番組の終了時刻までフィラーとして、ミニ番組が放映される。また、原則として試合終了まで放映するが、過去に例外が生じた日もある。祝日や夏の高校野球中継が放映される。期間中のみ、トップ中継は19時まで行われる。なお、 朝日放送テレビであらかじめ21時台まで放映される場合はあとリレー中継は行われない。口述の通り、平日開催のナイターであっても、朝日放送テレビ側の都合により放送ができない場合、朝日放送テレビ側のスタッフによる完全放送となる場合と、日曜日のように実況を3テレビ、レポーターと解説者を朝日放送テレビから派遣する。 共同制作の体を取る場合もある。水曜リレー中継の開始時刻は、2017年度まで17時55分だった。3テレビの HD 中継車、ビジターゲームについては、例年東京をヤクルトスワローズ横浜 DNA ベイスターズ中日ドラゴンズ、広島東洋カープ主催ゲームにおいて、明治神宮野球場、横浜スタジアム名古屋ドームまずダズーム。 ズームスタジアム広島に向けて中継者を送り、自社制作を行っている。以下、主催チームごとに中継の傾向を上げる。太字で表記したチームは、朝日放送とのリレー中継も実施。他局制作の番組をネット受けする場合は、制作局の放映終了後は、裏送りを受ける形式となる。逆に、阪神主催ゲームを対戦相手の地元の放送局に向けて配信する。 こともある。BS 富士との並列。レギュラーシーズンの開幕前には、阪神主催のオープン戦を、平日の午後に中継することがある。また、レギュラーシーズン中には、ウエスタンリーグ公式戦のうち阪神主催試合を、数回程度中継する。サンテレビでは、いずれの中継でも延長オプションを設けていないが、スカイエーでも、同時ネットで中継する場合には、 同局のみ試合終了まで放送する。ちなみに、毎年3月には、東北楽天ゴールデンイーグルスの主催試合が、兵庫県内の球場で数回程度開催。サンテレビや神戸新聞グループも、公演団体に名を連ねているが、同局では、いずれの試合も中継しない代わりに、試合の開催を告知する CM を放送している。 阪神球団が女子公式野球のクラブチームとして阪神タイガースウィメンを設立した2021年には同チームの選手や球団の野球振興部が運営するタイガースアカデミーベースボールスクールの紹介を兼ねてウィジンタイガースウィメンという特別番組を7月4日の15時30分17時に編成チーム初の公式戦として6月5日に臨んだ 関西女子公式野球連盟ラッキートーナメント大会1回戦対ワルフェア戦のダイジェストを阪神球団職員の今成亮良太による解説通常は当番組へ出演しないサンテレビ専属気象予報士の前田勝久による実況で放送したサンテレビと朝日放送の提携が深まった1990年代以後 三テレビ専属の解説者の他に朝日放送からの解説者も数名兼務して解説するようになり、阪神戦だけでなく朝日放送が直接関与していない大英オリックス戦中継でも時折朝日放送の解説者が担当することがあった。2008年から実施している朝日放送制作、テレビ朝日系列全国放送の対巨人戦、リレー中継では、 関西地区地上波のみの場合は、3テレビ KBS 京都の中継時間帯に、テレビ朝日所属の解説者が出演せず、ダブル解説扱いで共演する朝日放送の解説者だけが登場するが、BS 朝日でも同時放送される場合は、3テレビでの放送時間帯にも、テレビ朝日の解説者が出演することがある。三テレビ解説者朝日放送テレビ、朝日放送ラジオ解説者、 福本、真由美、中田以外の朝日放送解説者については、氏名のテロップに ABC のロゴを入れている。また、朝日放送テレビ制作によるナイター完全中継でも2005年頃から福本らを含めてロゴを入れていたが、2008年からは彼らのところには、3テレビ制作と同様にロゴを入れていない。なお、朝日放送との共同制作扱いとなる日曜。 ナイターを含め、ABC ロゴの表示のない、ゲスト解説者の扱いで出演するケースも多い。2021年の7月からは、朝日放送グループ以外の放送局と、野球解説者としての契約を結んでいる、藤川球児も、阪神タイガースの特別職という立場で、トップリレー方式の阪神戦中継に、ゲスト出演。2021年からは、 トップリレー方式の阪神戦中継で阪神が勝利した場合に当日出演の解説者が試合後の監督インタビューも担当。担当する解説者は試合終了の直後から中継終了の直前までに放送席とネット裏のインタビューゾーンを往復している。最初の事例は同年4月14日に甲子園球場から中継された広島とのナイトゲームで ABC からサンテレビへのリレー直後に試合が終了したため、福本による矢野洋大監督へのインタビューの模様が当番組内で放送された。放送開始から1987年までは他局で長らくプロ野球の実況を経験したベテランのフリーアナウンサーが交互に実況を担当していた。サンテレビの社員アナウンサーが実況に携わるようになったのは、 1988年からである。突起のない人物は3テレビアナウンサーで、湯浅以外は他局からの遺跡組。水、日曜日の阪神ナイトゲームで ABC と共同で制作するリレー中継では ABC のアナウンサーがベンチリポートを担当する。2018年以降は、他曜日のナイトゲーム中継でも担当する場合がある。ため、この場合の中継も、 名目上は ABC との共同制作として扱われている。サンテレビでは2021年の NPB レギュラーシーズン開幕第2週から平日の17時台にニュース情報キャッチを放送。自社制作で阪神のナイトゲームを中継する場合には情報の終盤をサンテレビボックス席スーンに設定している。このコーナーでは中継に出演する同局のアナウンサーが 当該試合での阪神のスタメンを、スタメンキャッチ、活躍が期待される、阪神の選手1名を、キャッチザプレイヤーと称して、中継先の放送席から紹介している。黒沢、堀口は、出演時に、ビジター球団のベンチリポートへ専念するため、当該試合を実況しない、3テレビのアナウンサーが、阪神側のリポートを担当していた。大英主催ゲームでは、 自社からのスタッフ派遣の他に、九州朝日放送や、テレビ朝日のアナウンサーと解説者が担当する、中継もあった。1994年からは一時、甲子園球場での中継において、曜日ごとに一類、ガワスタンドに、チアリポーターと称する女性タレントを一人配していた。また、2012年から2017年までは、3テレビの女性アナウンサー、 えのきまえがベンチリポーターを務めることもあった。関西ローカルの独立局ながら阪神タイガースファンとしての有名人がゲスト解説で登場することもある。下記で挙げるのはほんの一部でこれ以外にも大物ゲストの登場が多々ある。2009年のサンテレビ開局45周年記念のキャンペーンとして開始された。なお、現在のテレホンプレゼントは検証専用の 67コールを用いたシステムのため番号通知設定をした携帯電話からの応募に限られている。当選者には応募翌日に番号非通知で折り返し連絡が行くことになっている。このテレフォーンプレゼントは原則として三テレビが自社制作する阪神・オリックス戦を対象に募集する。対象となる試合が実施される場合、中継の開始と同時に応募を開始し、 3回の阪神、オリックス攻撃時に行われる初回の告知以後試合が続いている場合、囲碁は試合の成立、不成立を問わず当日24時まで募集。3回の攻撃前までにノーゲームとなった場合は、その時点をもって一旦締め切った後、それらの応募分は次回の対象試合募集時に繰り越して有効とする。また、試合開始前に試合が中止となった場合は、 応募自体も中止となる。西沢が当番組の中継で実況を担当した1973年10月22日の阪神対巨人デーゲームは両チームにとってセントラルリーグの優勝がかかった大一番であった。しかし阪神はゼロの9で大敗。優勝を逃したばかりか巨人に9連覇を決められた。そのため試合終了直後から 場内の至るところで暴動が発生。暴徒と化したファンは、三類、側ベンチの巨人ナインばかりか、当番組と同時に中継を放送していた、読売テレビの中継用カメラや記者までをも容赦なく、襲撃した。三テレビでは、暴動の最中も中継を続けていたため、西沢はネット占いやスタンド中断の放送席で、実況を継続。 サンテレビは、俺たちの味方屋というファンの一声で難を逃れた。同時に、テレビ中継を実施していた朝日放送の放送席や、カメラも、試合実況中にボートが実況を妨害した場面があったものの、同様の理由で襲撃を免れている。ちなみにサンテレビでは、サンテレビは、俺たちの味方屋というロゴを横の方向に大きく縫い込んだマフラータオルを、 神戸駅前ジャストスクエアへの本社機能移転に合わせて公式グッズとして発売している。さらにサンテレビにかかってくる電話でも今日の調子はどう今日の先発誰今日試合はあるのかなどが多いという。しかし近年はホームゲームであってもサンテレビの中継数が年々減少し NHK や在反民法局での中継が増えている。阪神勝利の日は ヒーローインタビューをすべて流した後に、中継のエンディングで、その日活躍した選手たちのプレーを格好よく、構成した1分弱のビデオを流して締めている。BGM は、ホワイトスネークのギタリスト、レブ・ビーチのソロ曲、ブラック・マジック。なお、オリックス戦中継の際も、オリックスが勝利した場合にこの手法が用いられるが、阪神戦中継とは別の BGM が用いられている。 逆に、阪神が負けた日には、相手球団のヒーローインタビューの時間帯に、解説者と実況アナウンサーが敗戦の原因、分析、反省、今後の展望などに関するトークを展開。トークが一段落した時点で放送を終了するパターンが多い。阪神の地方開催で、スカイエーやガオラでも、同時ネットを実施する中継でも、このパターンに沿っている。 ただし、阪神とオリックスの交流戦の中継を自社で制作する場合には主催球団を問わずベンチリポーターを両チームに配置。オリックスが勝利した場合にもオリックス選手へのヒーローインタビューを放送するなど、オリックス側にも配慮した中継を実施している。両チームとも3テレビの番組を地上波で視聴できる地域に本拠地を置いていることや、 同局が阪急オリックスの試合も中継してきたことによる。阪神がオリックス以外の球団と対戦する試合の中継をサンテレビで制作していて、その試合に阪神が敗れた場合に相手球団の選手へのヒーローインタビューを当番組でも放送することがある。コマーシャルについては、スポンサーとの契約は9回までであるため延長戦となった場合のイニング間のコマーシャルは、 サンテレビ主催のコンサートなど、イベント告知のインフォメーションが放映される。かつて1990年前後では、イニング途中の投資交代時にもコマーシャルを挿入したこともあった。トップリレー中継実施の場合は、スコア表示は朝日放送テレビ仕様を使用し、サンテレビのクレジットは、技術協力に関与した場合のみ、制作協力として表示される。また、水曜、 日曜ナイターの完全制中継実施時は、スコア表示は、ンテレビ仕様を使用し、中継のタイトルクレジットには、制作、ABC、制作協力、3TB とデルタだし、甲子園開催日の朝日放送テレビ制作、ンテレビ完全中継による放送であっても、スーパーベースボールのタイトルの簡易セットがしつらえられて、ある。制作局の3テレビと、阪神タイガース球団、 並びにその親会社である阪神電気鉄道、阪急阪神ホールディングスとの間にはほとんど資本関係がない。地上デジタル放送の番組表で番組名の最後にの記号が入るとハイビジョン制作ではないという意味である。2014年以降の中継において途中の提供クレジット切り替え時に T スクエアのスクランバリングが20秒程度に編集され使用されている。 甲子園球場からの阪神戦中継では、少なくとも第3期回収が完了した2010年シーズン以降、8台のテレビカメラを同時に使用している。ちなみに、8台目のカメラはバックネット裏の銀山の上に固定。ダイヤモンド、マウンド、バッターボックスを上から撮影できることから、打者によるスイングの軌道や本類上のクロスプレイの瞬間などを、 スロー再生で国名に映し出せるようになっている。2005年7月19日の阪神対横浜戦で延長12回裏一市から阪神、赤星への6球目に横浜のクルーンが時速 161km を記録したが、サンテレビのスピードガン表示は時速 159km だった。これはサンテレビのスピードガンの最大計測速度が当時、 時速 159km にまでしか対応できなかったことに起因するものであった。このことに対し視聴者から問い合わせが殺到した。並列で放送をしていた NHKBS1 と関西テレビは時速 161km と表示していた。この問題を受け3テレビは翌2006年から時速 160km 以上に対応したスピードガンに更新した。 独立局で初めて日本選手権シリーズ実況中継権を獲得したのもサンテレビジョンである。1985年の阪神対西部の第3試合と第5試合を自社制作で中継を行った。2003年2005年はサンテレビ自社制作での中継は行われなかったが、テレビ東京系列のテレビ大阪とテレビ愛知のサービスエリアが 他の在阪在名系列局とは異なり、大阪府と愛知県のみしか中継局が設けられていないことで直接受信できる地域が限られることと、ケーブルテレビの再配信が地域によって行われていないことから、それを補完する意味で通常は、テレビ東京の番組を同時ネットしない、3テレビと KBS 京都、三重テレビでも中継が行われた。 2006年2007年も3テレビの担当球団ではないが上実を配慮して3テレビ、TBS 京都、三重テレビの同時ネットが行われた。この放送以降、現在は行われていない。スローモーションの映像からライブ映像に戻る際によく用いられるクロスフェードの映像技法を当番組では伝統的にあまり用いていない。半身サイドに大きなプレーが出た時は 稀に、クロスフェードを用いる場合があるが、その日の中継を担当するディレクターやスイッチャーの、さじ加減もあるため使用頻度はまちまちである。無視あるいは一視かつ走者が三塁にいる状況で次の打者が外野に打球を上げた場合、犠牲フライになるのを想定して、画面左上に素早く三塁走者のワイプ映像を挿入する。これで三塁走者がスタートを切る様子と、 外野からのバックホームの様子を同時に見ることができる。この技法を行っているのはサンテレビだけである。なお、中国放送が広島主催の北陸遠征の大半新戦でサンテレビの中継映像を自社実況、スコア表示に差し替えて放送した際にもこの技法による映像がそのまま配信されていた。サンテレビでは 開局50周年を迎えた2019年の8月14日16日から19日に開局記念企画の一環として3テレビ開局50周年サンテレビボックス席店名勝負と共に振り返る完全中継の歴史を当時営業していた総合神戸店本館9会の再会場で実施当番組50周年の歴史をアーカイブ映像や VR で体感できるブースや前述した 日本プロ野球最長試合中継のアーカイブ映像をノーカットで6時間にわたってフルに流すブースを設けたほか中継担当のアナウンサー解説者によるトークショーを連日開催したサンテレビでは2020年2月14日から2週間限定で公開された阪神タイガース創立85周年記念ドキュメンタリー映画阪神タイガースザムービー猛虎神話集の制作に 再して、朝日放送テレビと共同で過去の阪神戦中継のアーカイブ映像を提供した。同作品では提供された映像から8つの名シーンを神話としてセレクト。当番組のゲスト解説者である掛布をナビゲーターに起用したほか、熱烈な阪神ファンであることを公言している著名人から石坂浩二、松村邦広、佐藤隆太、千秋が出演している。 ちなみに、2012年劇場公開の映画、あなたへでも、サンテレビ阪神タイガースからの協力のもとに、2005年、セントラルリーグ優勝決定試合での中継映像を劇中に挿入した。実況担当の谷口が優勝決定の瞬間に叫んだ、岡田阪神、対岸上樹、というセリフが決定の瞬間の映像と共に使われている。ありがとうございます。